これが、令和のパークラ編成や!ということで、どうも皆さん、こんにちは、ビザでーす。ういうい。ということで、本日はですね、こちらの最終クラリスということで、はい。クラリスね、最終上限解放すいません。で、かなり性能が盛られたんですよ。はい。性能がかなり盛られて、超優秀になったのに、さらに4アビ。主人公とクラリスを大幅に強化するよっていうこのアビリティを得たことで、まあ、かなり優秀なアタッカーとして進化、アビリティダメージアタッカーとして進化しましたね。うん。まあ、具体的にどこで使うのかっていうと、150Hとか200Hとか、まあ、10ターン前後で倒せるやつとかは特に使いやすいのかなっていうふうに思いました。はい。まあそんなこんなで今回は全く関係なく、シエテ HL のフルオートにこのパークラ・アギエルバっていう、まあもともとパークラ・マギサっていうのがすごい環境の編成だったんですけど、マギサからアギエルバ、もう古いですよね、アギエルバも。アギエルバに変えた形でシエテ HL フルオートをしてきたんで、まあそれを流しながら、ちょっと語っていきたいなというふうに思いますね。うん。で、クラリスのアビリティについてなんだけど、クラリスは、まあ、まず奥義効果が強化されました。弱体耐性ダウンまではもともとあったかな。で、自分のアビリティ使用間隔を2ターン短縮っていうのを得ながら、型の石レベルに応じて追加ダメージっていうのを得てます。型の石レベルっていうのは、ディスペル系のアビリティ、非キャラがディスペル系のアビリティを使えば、上がっていく。これ強化効果を無効化したかどうか。っていうのは関係なくて、使ったかどうかっていうのが頂点になります。はい。を使用時に、型の石レベルが上昇します。レベルに応じて以下の効果を順に得る。攻撃アップ、確定連撃、アビリティダメージ上限アップ、アビリティ余ダメージアップ、ダメージアビリティが2回発動。ということで、うん。まあ、これによってですね、まあ、ディスペルを使う価値っていうのがかなり高くなってますね。うん。まあ、クラリスを使うのであれば、クラリス以外にもディスペルを持ったキャラクターっていうのを採用するのが結構おすすめです。まあ、ちょっと口述するけど、まあ、俺試した感じ、シールドスウォーンとか結構良かったっすね。うん。シールドスウォーンってディスペルアビリティが、まあ、自前で EX アビリティの優秀なやつ持ってるんで、まあ、シールドスウォーンプラスクラリスみたいなのはすごい良かった。ただね、シールドスウォンフルオートだと、パーシバルと相性悪いんだよな、シールドスウォンって。まあ、後で喋るね。うん。で、1アビ、ナノアナライズ。これ強化されましたね。もともと防御ダウン、非防御ダウンのみだったんだけど、風属性攻撃ダウンっていうのがついたことによって、まあ、耐久力もかなり高まるようになりました。うん。まあ、敵の防御ダウン、非防御ダウンの効果値も上がったということなので、まあ、とりあえず押して問題ない優秀アビリティになったんじゃないかなというふうに思います。まあ、これがあればミゼラブルミストとかいらないね。ミゼラブルミストいらないから、まあ、主人公はアローレインにするとか、攻撃ダウンだけちょっと欲しいなぐらいになるっていうのが、まあ、この1アビめっちゃ優秀だな。で、2アビ、エクリプス。これもめちゃくちゃ変わったね。敵全体に非属性ダメージ、無属性ダメージ、スロー効果、モードゲージ減少、弱体耐性ダウン累積、非属性キャラが敵の強化効果の無効化に成功した時に発動。ということで、まあ、かなり盛られましたわな。ニアビのダメージはそんなに高くないです。100万は言い過ぎた。200万前後。うん。150、60万から、まあ、200万、230万ぐらい。と、そんなにこう、めちゃくちゃ高いわけじゃないんだけど、スロー効果もついてるし、まあ、強化効果の無効化に成功した時に発動っていうことも相まって、まあ、これめちゃくちゃ強いですね。うん。まあ、敵の強化効果の数が多いタイプの時に特に効果を発揮しがち。優秀な、まあ、使いやすいアビリティですね。はい。で、3アビ、アトミックレゾリューション。敵の減 HP に応じた無属性ダメージ。強化効果を1つ無効化、最大 CT 増加ということで、グラビティを持ってきましたね。うん。これ、古戦場だと結構嬉しいんじゃないかな。古戦場ってさ、まあ、ちょっとグラビティあるといいな、みたいなタイミングあるんだよな。特に俺、200Hだと 85% から 50% までの間とかは、まあ、ちょっとグラビティ1個欲しいなとか思ったりするんだけど、まあなんか持ってきてくれたの普通に嬉しいっすね。うん、で、4アビ、アルケミックエキサイテーション。自分と非属性の主人公に原始霊気効果。
型の石レベルが5の時のみ使用可能、再使用不可ということで、まあ、あの型の石、まあ、ディスペル系のアビリティを使ったら上がるレベルが5の時のみ使用可能で、効果としては弱体耐性、アビリティダメージ、アビリティダメージ上限が上昇し、強化効果の無効化と短縮を防ぎ、ダメージアビリティ使用間隔が1ターン短縮される状態ということで、もうめちゃくちゃモリモリだよね。主人公が通常攻撃時、敵に3回非属性ダメージを与える。まあ、この3回非属性ダメージは、だいたい400万ぐらいかな。350万から400万前後に、まあ、装備にもよるけど、そんぐらいで。まあまあまあ、めちゃくちゃ強いってわけじゃないけど、これ、クラリスも同じの持ってくるんですよ。そう。二人合わせて700万ダメージぐらい、通常攻撃時にね、与えつつ、まあ、あと、まあ、ダメ上限とか、まあ、そこら辺が上昇するので、めっちゃ強いです。うん。まあだからクラリスを使うのであれば、この4アビを効率よく発動させて、ブンブンぶん殴りするのがちょうど良さそうな感じがするね。うん。まあそんな感じで運用していくっていう風になった時に、個人的にやっぱ相性がいいなって思ったのは、さっきも言ったんだけど、シールドスウォーンだね。うん。シールドスウォーンはアビリティでアサルトドライブっていうのがあるんだけど、まあ、これが強化効果を一つ無効化つきつつ火力アビリティも持ってるんで、うん、まあアサルトドライブプラスクラリスみたいな形でディスペルの枚数を稼ぎつつっていうのが効率いいかなとは思いましたね。うん、まあアトミックレゾリューションが CT6 になってて、まあディスペル合計でね、3枚あると割とわかりやすく5ターン目、6ターン目、7ターン目ぐらいに4アビが打てるみたいな認識でいいのかなって思ってて、うん。クラリスは奥義を打つとアビリティ使用間隔を2ターン短縮っていうのがあるから、まあアトミックレゾリューションが、まあ奥義1回打てば4ターン目ぐらいに2回目ディスペル打つんだよね。うん。まあだから、まあこれで2溜まるじゃん。あと3をどこかで持ってくるって感じなので、例えばアサルトドライブディスペルっていう形に変えておけば、まあこれでディスペルの枚数が、まあ5ターン目かな。うん。最初のターンに、クラリス、アサルトドライブディスペルを打ちまして、これで3枚じゃん。うん。で、クラリスが奥義を打って CT4 でアトミックレゾリューションを打ちます。これで4だね。で、5ターン目にディスペルを打ちました。で、あの6ターン目にクラリスが4アビを打つっていうような感じだね。うん。アルケミックエキサイテーションは強化アビリティなんだけど、これちょっとルシオのフルオート条件と似ているんだよね。このライトアップザナイトとちょっと似てて、正義の翼レベルが6の時のみ使用可能っていう風になるんだけど、例えばアウトオブジアッシスで正義の翼を上げた後、ライトアップザナイトって使わないんですよ。なんでかっていうと、フルオートの使用タイミングって、まず強化アビリティ、で次弱体アビリティ、で最後ダメージアビリティっていう順番で使っていくんだけど、ライトアップザナイトの時点で、使わない。あー、これ、レベル6じゃないですわー。ほなってなった後に、アウトオブジアッシスで正義の翼が6になったら、ライトアップザナイトはすでにそのターン、ああもう使えませんわほなっていう、その条件になっちゃってて、次ターンに4アビを使うっていう仕様になってるんですけど、ルシオって。うん。まあ、持ってる人だったらわかりやすいと思うんだけど、クラリスもそんな感じ。強化アビリティ、アルケミックエキサイテーション、ああちょっと、ああもう使えませんわ型の石レベルは5じゃありませんわってなった後に、アトミックレゾリューションを使って、型の石レベルが5になっても、あーもう使えませんわ次ターンね次ターンっていう風になるんで、うん。まあ、アルケミックエキサイテーションは基本的に想定の1ターン奥。まあ、だから、ディスペルをこういう編成でじゃあディスペル使いましたってなったら、まあ、このディスペルの後のターンに、使われがち。4アビが使われがちっていうような感じになってます。まあでも大体こういう風に多少なりとも意識してあげれば、まあ、そうっすね。6ターン、7ターン目ぐらいにクラリスの4アビは出てくれるかなっていう感じ。クラリスの4アビさえ出てくれれば、まあ通常攻撃時に400万、500万っていう風にダメージが出て、まあかつそこら辺のダメージも伸ばされるっていう風になってるから、まあそれこそマジでね、シールドスウォーンクラリスっていう構えはめっちゃ相性いいと思ってるんだよな。200L とかだったら、まあ存分にそのパワーを発揮できるんじゃないかなっていう風に思います。でまあこれが今まで流してた、
シエテ HL のフルオート、ソロフルオートのリザルトになってるんだけど、ダメージもそこそこ出るんだよね。いや、アビリティ打ちすぎな。アビリティ打ちすぎなんだけど、ダメージそこそこ出て、これに加えて主人公も伸ばしてるっていう形だから、うん。まあ、クラリスはですね、まあ、思ったより火力自体も出るし、ぶん殴れるタイプのキャラクターとして、まあ、俺は結構ありなんじゃないかなっていう風に思ってる。まあ、どちらかというと、でもね、ニアビオフとかはありかもって感じ。ちょっとニアビそんなにこうメリットを感じない。スロー効果打ちたいなって思う時以外、そんなにメリット感じないから、結構ニアビフルオートオフ、速度重視であればね。っていうのは結構ありなのかなとか思ったりもしつつ、うん。アトミックレゾリューション結構使いたいかな。うん。3アビ、4アビ、まあ、1アビっていうのを、俺は押したいかなと思いましたけど。うん。まあ、そんな感じだね。うん。クラリスはマジで200ヘルとか、まあ、10ターン、15ターンぐらいのレンジの時に、まあ、4アビ使いつつぶん殴れるっていうところで結構パワーを発揮すると思ってて、まあ、シールドスウォーンもさっきいいよって言ったけど、例えばだけどマナダイバーとかもありだと思う。マナダイバーだったらパーシバルとの相性もいいし、まあ、今だったらこの新人エクスミトラカルナとかもあるで、うん、この六道神器、神滅戦の武器だね。神滅戦の武器があるから、まあ、こうやってぶん殴りみたいな編成も組めるし、まあ、ディスペルも持ちながら、主人公を伸ばしてくれるっていう意味では、まあ、ちょっと毛色違うけど少しオロロジャイアと雰囲気的には似てるかな、うん、雰囲気だけね、まあ、全然似てないんですけどまあ、デバフでアシストしながらもディスペルも打ちつつ主人公のバフもしてくれるキャラということで、古戦場だったらお世話になる可能性は結構高いかなって思った。奥義使用時のね、刀の石レベルに応じて追加ダメージっていうのも500万600万結構いいダメージ出てくれてたんで、うん、まあそういった意味でもね、クラリスは思ったより強力なバフをもらったな、うん、強力な最初をもらったなっていう風に思いました。上さん感謝です。はい、ということで、これからもうちょっとクラリス使っていきたいなと思いますけど、現状評価はそんな感じでした。参考になれば幸いです。ほら、またお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。